皆さん、こんにちは。港保健所では、区民の皆さんから食品に関する苦情や相談を受け付けています。令和4年度は、食品等に関する苦情は173件ありましたが、そのうち食品への異物混入が20件あり、全体の約12% を占めました。令和3年度は約 20% でしたので、事業者も適切な異物混入防止対策を実施している傾向が見られましたね。港保健所では、食中毒と同様に、食品への異物混入もゼロを目指して、継続して普及、啓発を行っていきます。さて、今回紹介する異物混入の内容は、プラスチック片、金属片、カビなど多岐にわたっています。金属片などの硬質異物は、口の中を切るなどの健康被害が、またビニール片などの軟質異物は、健康被害につながりにくいものの、不快感などの精神的被害や店舗への不信感が生じることがあります。この動画では過去に港保健所に届けられた食品への異物混入の事例と事業者の再発防止策などを紹介します。食品安全に対する理解を深めるためにも、区民の皆さん、事業者の皆さん、ぜひ動画をご覧ください。それでは始めましょう。ちゃんじゃにプラスチック片。ちゃんじゃを購入して自宅で開封し食べていたところ、硬いものを感じ口から出して確認すると、プラスチック片のような異物が混入していました。異物が混入しているということは、製造工程に問題があるのかもしれませんね。そうですね。異物を検査したところ、魚の骨であったことが判明しました。原材料にスケトウダラを使用しているため、このスケトウダラの骨の可能性が高いと判断されました。なるほど、スケトウダラの骨が混入していたのですね。海外の工場で製造されたチャンジャは、骨などの異物、胃、腸以外の不可食部位を完全に除去するため、3台の洗浄機を通した上で2回の目視点検を実施していました。結構対策はしていたんですね。はい。しかし今回のような異物混入が発生した原因は、骨を取り除く工程である洗浄・検品工程で見逃され、金属探知機、X 線検査にも反応しなかったため、製品に混入したと考えられます。なるほど、洗浄や検品工程で不備があったのですね。事業者は製造工程における原材料由来の強雑物混入について、洗浄と目視検査の徹底、X 線検査の検出感度を調整し、再発防止を図りました。ジャムにカビ用異物。ジャムを購入して翌日、蓋のプラスチックシールを剥がし開封したところ、ジャムの表面にカビのような異物を発見しました。それは大変ですね。異物が混入しているということは、製造工程に問題があるのかもしれませんね。そうですね。異物を検査したところ、カビであったことが判明しました。また蓋には外部からの衝撃によるものと思われるへこみが一箇所確認されました。なるほど、蓋に強い衝撃が与えられたことで瓶の密封状態が溶け、内部に空気が入りカビが発生したと考えられるんですね。はい。事業者は物流業者、倉庫の担当者に対し、
細心の注意を払いながら商品を取り扱うよう改めて徹底することとしました。また、商品に外部から衝撃が加わった場合にも、商品の密封状態が溶けないように、蓋の材質、形状の改良を検討することとしました。なるほど。事業者は再発防止に向けて対策を講じることになったんですね。かき揚げの中に輪ゴム。野菜かき揚げを購入し、プラスチックパックを開封して半分にカットしたところ、輪ゴム用異物を発見しました。これは大変でしたね。どうして輪ゴムが入っていたんですか？調理室内では輪ゴムの使用はなかったんですが、調理従事者が販売を行うことがあるそうなんです。そのため、調理室と販売所を行き来することがあり、その際に作業着の交換などを行っていなかったことが分かりました。なるほど。でも、調理室内では輪ゴムの使用はなかったということですよね。はい、その通りです。販売所のレジ付近では、商品の蓋を止めるために、異物と同様の緑色の輪ゴムを使用していました。なるほど。販売所で使われていた輪ゴムが誤って入ってしまったんですね。事業者は何か対策を取ったんですか？事業者は輪ゴムを調理室内に持ち込まないよう、作業着の上にエプロンを着用すること、製造時に目視点検を徹底することで再発防止を図ることにしました。サラダチキンに黒色異物。昨日スーパーで買ったサラダチキンを家で開けてみたら、中に黒い何かが付着していました。どんな感じでしたか？包装を開けてみたら、サラダチキンに黒い固形物がついていて、かなり驚きましたが、その後検査をしてもらいました。どんな検査をしたのですか？顕微鏡での観察や、赤外分光スペクトルです。結果は、動植物油などの1種類が関わる焦げということでした。製造所では、鶏肉をカットして、スチームオーブンで加熱調理をして、金属探知機、X 線検査もして、急速冷凍してました。どうして黒い物質がついてしまったのでしょうか？製造中に、スチームオーブンの送風口と排気口の表面に食用油のすすが生じて、それが落ちてサラダチキンについたようです。どのように対応することになりましたか？送風口と排気口の清掃を6ヶ月に1回行っていたのを1ヶ月に1回に変更したようです。また、製造ラインの明るさを異物発見の向上のため 1.6 倍の明るさとし、検品する際は裏面等を含め徹底して検品するようにし、再発防止を図りました。なるほど、ちゃんと対策を取ってくれてよかったですね。トッポギにカビ用異物。先日店舗で購入したトッポギ（括弧即席カップ）を開封しようとしたところ、中の未開封の袋に入っていたトッポギにカビのようなものが生えているのを発見しました。本当ですか？それは驚きですね。カビだったのですか？顕微鏡で観察したところ、カビ特有の菌糸や胞子が確認できました。そのため異物はカビであると判断しました。なるほど、それは興味深いですね。でも、どうしてカビが生えたのでしょうか？袋には脱酸素剤が封入されており、袋内の酸素を除去していました。しかし、脱酸素剤の一部が袋の接着部分に付着し、ピンホールができたと考えられます。ピンホールとは何ですか？ピンホールとは、
袋にできた小さな穴のことを指します。その穴から空気が持続的に内部に入り、カビが発生したと考えられます。それは大変でしたね。でもその後どう対処したのですか？事業者は内容物を袋に封入する際にエラーがないように機器を調整しました。そして目視選別の精度を高めるために検品者の研修を実施し、再発防止を図りました。金ブリトーに異物。先日宅配で注文したチキンブリトーを食べていたところ、中から虫の破片のようなものが出てきました。え、それは驚きですね。虫は何だったのですか？店舗が届出者から異物を預かって検査したところ、外観からコガネムシと推定しました。コガネムシ？コガネムシは高注目の昆虫で、様々な種類が存在します。しかし食品に混入するのは非常に珍しいですね。なるほど、それは興味深いですね。でもどうしてコガネムシが混入していたのでしょうか？ブリトーは鶏肉にチリソースをかけて焼き、ご飯、豆、チキンを乗せてサワークリーム、チーズ、店舗で刻んだサニーレタスを乗せて巻いて製造していました。野菜についていたとかですか？そうですね、発生原因としてはサニーレタス一玉を半分に切った状態で流水中で洗浄していましたが、付着していたコガネムシを取り除けなかったことと考えられます。それは大変でしたね。洗浄が足りていなかったということですか？はい、事業者は目視選別の精度を高めるために検品者の研修を実施するとともに、内容物を袋に封入する際にエラーがないように機器を調整して再発防止を図りました。切り干し大根にビニール片。先日店舗で購入した切り干し大根を調理しようとしたら、ビニール片が混入していました。それは驚きました。どうやって発見したのですか？開封した時に気づきました。色も似ていたので見つけにくかったです。どんなビニール片だったのですか？長さ3センチほどのポリエチレン製のものでした。切り干し大根の中心部分に絡まっていました。なるほど、製造元はどこですか？輸入品でした。海外の工場で大根を収穫して天日干しにして小分けして袋詰めしていたそうです。そうなんですか。では異物はどこから入ったのですか？工場では塩化ビニール製の包材を使っていましたが、ポリエチレン製のものは使っていなかったそうです。だから大根の収穫から天日干しの工程で飛来した異物が付着したのだと思われるとのことでした。それは想定外でしたね。製造元は再発防止のために何か対策を取ったんですか？はい、目視選別を徹底するように従業員に指導したり、工場と問題を共有したり、選別精度の向上や農家の衛生意識の向上を依頼したりしたそうです。それは良かったですね。カレーに金属異物。自宅でカレーを作って食べていたら、なんと注射針のような金属異物が入っていました。え、注射針ですか？長さは2センチくらいで、カレーの具材の中に混じっていたため口に入れるところでした。それは怖かったですね。食べている時に目で見て気づきました。カレーはスーパーで買った野菜と豚肉とカレールーで作ったんですが、異物が入っていたのは輸入品の豚肉でした。注射針は豚肉についていたってことですか？異物を検査したところ、
豚のワクチン接種用の針と同等品である可能性が高いと推定されました。海外の農場で豚にワクチンや薬を注射するときに使うものだそうです。豚にワクチンを打つのですか？はい。豚に病気の予防や治療のために動物性医薬品を注射することがあります。ただ、針が折れたりしたら輸出しないで国内で売るようにしているとのことでした。どうして針が入った豚肉が日本に来たのですか？製造元は金属探知機や X 線探知機で検査していますが、何かの原因で検出できなかったらしいです。スーパーでも金属探知機は使っていないため、豚肉を切り落としにしてパックに入れて売っていたから、見つけるのは難しいと思います。製造元は再発防止のために何か対策を取ったのですか？はい。金属探知機の感度を高めたり、注射針が折れた豚を輸出しないようにしたり、再発防止を図ったそうです。パイナップル缶に異物。先日、店舗で購入したパインとナタデココの缶詰を夕食後自宅で開封し、自宅にあるフォークを使用して缶から直接食べていましたが、半分ほど食べ終わった時に中から黒色の異物が出てきました。そうなんですか？異物って何かわかりましたか？はい、検査したところ、でんぷんを有する植物片であることが判明しましたが、具体的な種類の特定を行うことができませんでした。国産ですか？輸入品ですか？海外の工場で製造された輸入品でした。製造工程は原料を受け入れ、流水で洗浄後、外皮除去、芯抜き、スライス状にカットし、金属探知機に通し、缶に充填していたそうです。なるほど。では、異物が混入した原因は何だったのですか？農場でパイナップル原体に付着した異物が、洗浄工程や検品工程で除去できずに、最終製品に混入したか、作業員の作業着に付着していた異物が、入場時のローラー掛けが不十分であったため、工場内に持ち込まれ、原料などに誤って付着後、検品工程で除去することができずに、最終製品に混入したことが推定されています。そうだったんですね。輸入者はどのような対策を取ったのですか？製造工場に対し、製造工程のうち作業員が行う工程において、原料に異物が付着している可能性を常に考えながら作業を行うこと、作業着のローラー掛け、服装点検を徹底するよう指導し、再発防止を図ったそうです。プナシメジに木片用異物。スーパーでブナシメジを買ってきて家で調理しようとしたら、半分に分けたところ木片のような異物が混入していることに気づきました。その異物は何だったのですか？検査したところ、ブナシメジの栽培に使われるオガコと酷似していることが分かり、オガコと推定されました。オガコって何ですか？ブナシメジの栽培に使うオガコとは、杉を中心とした植物の粉末を加水して熟成させたものです。このオガコは菌の成長を促進し、ブナシメジの品質や味に影響します。よくわかりました。このブナシメジは人工栽培されていて、オガコで菌床を作り、温度、湿度が適切な部屋で1ヶ月程度菌を培地に繁殖させ、その後2ヶ月程度熟成し、
乾燥に注意しながら芽が出るまで管理しているそうです。なるほど、それでオガコが混入したのですね。発生原因はブナシメジの成長とともに株内部に巻き込まれ除去されずに残存した可能性が高いと考えられました。それに対して何か対策はありますか？事業者は生産者に対しオガコのふるいがけの徹底と各工程における異物の目視確認を徹底することを依頼し再発防止を図りました。なおオガコ由来の木片が付着する可能性についてはパッケージに注意喚起の表示がされていました。パッケージをよく読むことも大切ですね。本日は動画を視聴いただきましてありがとうございました。最後に食品への異物混入を防止するためのポイントをお話しします。食品への異物混入を防止するためにはいくつかの対策が求められます。そうですね、まず帽子やマスクを従業員が着用することです。これによって身だしなみに由来する異物混入を防ぐことができます。食材の厳密な選別も不可欠です。新鮮で安全な食材を提供してくれる信頼性のある取引先を選ぶことが異物混入を防ぐために大切です。定期的な機械の点検やメンテナンスも忘れないようにしましょう。機械の劣化や破損による異物混入を未然に防ぐことができます。検品する場所と保管または調理する場所を分けることも考慮すべきです。検品時には目視で異物の有無を確認することも重要です。虫の侵入にも気を配りましょう。ドアやシャッターの隙間を防ぐことで工場内への虫の侵入を未然に防ぐことが可能です。最後に従業員への衛生管理や異物混入に関する研修も不可欠です。それによって従業員一人一人が異物混入への意識を高め作業手順を遵守することが期待できますね。これらの対策を徹底的に実施することで食品への異物混入を有効に予防できます。ただし定期的な見直しと改善が欠かせないことも心に留めておくようにお願いします。